生きる意味なんてあんのか。生きる意味がないか。ハク、エイリー、お前は決して死なない男。俺は必ず相棒が死ぬ男。どちらのジンクスが本物か、もうすぐ決着がつく。誰かを殺せ。これをクリアすれば俺たちは卒業だ。誰を殺すか決めたか。ああ、何がおかしい。俺も決めた。エイ、やっぱりお前は俺のメサイアだ。同じ考えにたどり着くなんて。やめろ。俺は決めた。死ぬのは俺だって。バカなことはやめろ。俺は俺のジンクスに決着をつけたくなった。こうすればもう誰も俺のために死ぬ人間はいなくなる。やめろ。ハク、ずっと考えてた。俺の生きる意味は何かって。自分の生きる意味は自分でしか見つけられない。俺には結局最後まで見つけられなかった。ハク、じゃあな、エイリー。嫌だ。お前が死んだら俺は生きる意味なんて何もない。そうだ、分かった。今分かったんだ。自分じゃ自分の生きる意味なんて見つかるわけないんだよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。ハク、お前の生きる意味は俺が見つけてやる。だからお前は俺の生きる意味でいてくれ。それはお前にしかできないことなんだ。エイリー、同じ答えにたどり着いてやっと分かった。だから俺がいたから、俺のために生きてくれ。俺はお前のために絶対に死なない。だからお前も絶対に死ぬな。俺のために、たとえ遠く離れて生きてるか死んでるか分かんなくなっても信じてくれ。俺ら二人で笑える日が必ずやってくる。だから頼む。俺のジンクスの負けだな。ああ、俺のジンクスの勝ちだ。ジンがチャーチの中に。今までの俺はここで死ぬ。相棒が死ぬことに怯え続けてた俺は今ここで。俺はお前を信じる。お前は死なない。だから俺も生きる。ハク、今日ここで生まれ変わる。もう一度新しい人生を、サクラとしてエイリーと一緒に。
覚悟は決めた。いいのか。ああ、行こう。どうした？ D1 区の参拝処理場が赤妻の襲撃を受けました。参拝処理場？まさか。カイドウさん、三角さん、芹沢は、それはウイルスだ。こいつを使えば一瞬でこのチャーチは壊滅だ。そんなことをしたらお前もワクチン。ほう、察しがいいな。天道博士すでに完成させていた。こいつを摂取したものはウイルスが無効化される。あとはウイルスをどこで使うかだ。やれ。エリー、カイドウさん、水見さん、セリザオ。ああ、セリザはお前に譲るって言ったろ。ここは任せろ。手を払ったぞ。兄貴、ウイルスを渡してくれ。そいつはお前の分のワクチンだ。俺はすでに接種した。俺とお前だけは生き延びる。ハク、一緒に来い。